よし、来た。よし、来た来た来た。さあ、では始まりました。本日も始まりました。東海 GTV3 時間目。この他ですね、私、ガッチマンが担当させていただきます。それで、ガッチマンが担当するガッチマンデープレミアムのお時間です。よろしくお願いします。わーいやー、ね、前回のね、ガッチマンデープレミアムから2週間の間が経ちましたけどね、皆さんお元気だったでしょうか。そうですね、ガッチマンデープレミアムもそうですけども、私生放送時代がですね、まあ昨日ニコニコ超パーティーが出ましたけども、本当すごい久しぶりになりましてですね、実は先週はほぼ1週間丸々、ラスベガスにですね、旅行に行っておりまして、ラスベガスでですね、こうね、拳銃とかね、ライフルとか撃ってきました。いやー、すごいですね。あんなにも当たらないもんなんですねあんなにもライフルって当たんないんですね、こうね、パーンって。あとで、カジノで、カジノで、かけましてね、取られまして、なくなりましたって、まあ、若干多少勝ったんで、そんなには負けていないんですけど、まあ、スロットで大負け、ルーレットで勝って、トータル負けって感じですね。いや、まあそんなもんでした。でも面白かったです、本当に。24時間カジノはね、どこでもやってて、ほぼ半裸のお姉ちゃんがふーってビール持ったままふわーとかやってましたんで、ある意味ね、いろんな意味で良かったです、本当に。行ってみる価値はありますけどね。飛行機はね、本当に遠かったんでね、あれがね、本当電車で行けるんだったらありがたいんですけどね、まあ大変な思いをしましたけど、まあいい経験になりました。そしてね、昨日ニコニコ超パーティーお疲れ様でした。私も出てきましたけどね、ニコニコ超パーティーで大騒ぎした結果ですね、今日ね喉が喉をちょっと今日悪くしてしまいましてね、昨日はちょっと少しでも盛り上げようとね、小島店員さんがわーってやったのにね、自分も行こうと思ってやった結果、喉をダメになっちゃいましたまあいろんな血のりがついたりしましたけど、すごくねやって、さらにですね、超パのその最後のメインステージのエンディングで、こうね、歌に踊ったりとかしてね、こう、うわーとか、ふわーってやってきたんですよ、エンディングで。もうほんと4年ぶりですよ、4年前の超パーティーも出た時にこうやってきましたけど、うわーってね、やったりしてきてね、こう、みんな、やったんですけど、まあこれ私個人的なことでね、また言わせていただきたいんですけど、やっぱりね、実況者あそこ合わないです。メインステージに実況者合わないですよ。これ個人的感想で申し訳ないですけど、オタクはね、ダメです、ああいうとこ行っちゃう。全然みんな乗れてなかったですもん、だって。もうみんな、ええって感じで。キラキラしてる人たちの中でもすごい場違いでさ、俺らこのまま帰った方がいいんじゃねとか言ったりしましたんでね。いや、いいんですよ、もちろんね。あの舞台に立てたのはいいんですけど、ね、ちょっとね、もうちょっとね、我々ね、ああいう明るい舞台にね、鳴らしておかなきゃダメですね。という感じでね、個人的感想を述べさせていただきましたけどね、ぜひね、来年もまた機会があればね、実況者上がってみたいと思います。さてさて、まあそんな感じでね、オタクの祭典、違いますね。あっちはリア充でしたね。こちらは完全に、ゲイオタでした。あ、それはいいでしょう。そんな感じですね、やっていきますけども、あ、トランプ、そうですね。昨日のその超パーティーの最大の我々の盛り上がるはですね、ステージ終わった後のそのリラクゼーションステーションでですね、音速兄貴とかね、小島さんとかセピアさんとやった大富豪が一番面白かったですね。ほんと白熱した大富豪でした。これチャンネルでやりたいと思います。みんなの視点でチャンネルでやりたいと思いますね。とにかくファンキーが弱すぎましたね。さあ、そんな感じでやっていきましょう。それではね、今日のガッチマンデープレミアムではですね、今回もね、皆さんに満足していただけるようなゲームを用意してきました。前にですね、ちょっと1ヶ月前ですね、こちら、メタルギア、5、ザ・ファントムペインですね。ファントムペインをですね、やらせていただいたんですが、こちらのですね、オンラインマルチモード、まあ、メタルギアオンラインですね、が10月の6日からスタートしておりましてですね、絶賛今ね、世界中の兄貴たちがですね、ガンガン戦って、いるところなんですが、本日はこちらのメタルギアオンラインの方をですね、遊ばせていただこうと思います。しかもですね、なんと今回ですね、こちらのメタルギアオンラインなんですが、2016年1月末に行われる東海議グランプリでイベント開催が決定しております。おー、なんと
とですね、さまざまなルールでのチームトーナメント制を実施予定だそうです。ということなんでね、東海議のね、皆さんもこの今から一生懸命この、練習していただいて、本戦の方にね、出れるようにしていただければ、なんと東海議のステージに立てれますので、ぜひぜひね、気のある仲間を募ってですね、今からどんどん戦場に出ていただきたいと思います。それね、東海グランプリ、まあ、いろんな種目ありますが、まだゲームが決まってない方はですね、まだ始まったばっかりのゲームでございますから、今からでも十分狙えると思いますね。まあ、前作のメタルギアオンラインね、とはまたちょっと今回3はちょっと違ってますので、そういった意味でまだチャンスがあります。なのでぜひぜひこれでね、ぜひ参加していただければと思います。さあ、それではですね、早速ゲームをやっていきましょう。はい。では、ゲーム画面を出してもらいたいんですけど、コントローラーをちょっとね、取りますけどね。じゃあ、ゲーム画面をお願いいたします。メタルギアオンラインなんですが、さっきも言ったようにですね、こちらは、PC 版はまだちょっとなんですが、メタルギア、そのファントムペインの方をですね、持って、ソフトを持っていれば、普通に遊べます。まあ、そのまま無料で遊べます。で、そうですね。まあ、私のキャラですけども、これ。まあ、キャラはですね、今日は、何タイプか用意していきます。せっかくなので、自分のキャラクターですけども、偵察タイプですね、偵察という兵種、これはですね、何をするかっていうと、まあ、敵をね、遠くから見てマーキングしたりとか、あと狙撃をしたりとかする、ね、敵発見に特化したのが、これが、偵察という、まあ、兵種というか、まあ、職業というかね、役割でございます。で続いてが、続いてですね、まあ、3種類あるんですけども、次は重装ですね。重装というのは、まあ、具体的に、まあ、重たい装備ですね。ライトマシンガンとか、あとはシールドを持ってとか、どっちかっていうとこう、まあ、前線でこう守りを固めながら重火器で圧倒する、まあ、中間距離に非常に強いタイプの、若干体力が高いというふうに言われている兵士でございます。そして、最後出てきましたけど、はい、これが潜入ですね。まあ、メタルギアといえば潜入でございますが、まあ、レベルが上がるとですね、ステルス迷彩、ステルスね、透明になるステルス迷彩を使って、まあ、見えないように近づいていって、まあ、接近戦を挑む CQC でね、敵を投げ飛ばしたりとか殴ったりとかして、でフルトン回収で敵のポイントを奪うという、まあ、そんな感じの3種類の、それから体力低めですね、3種類の兵種が選べるようになっております。で多分ね、どれがやりたいって言ったらですね、まあ、いろいろあると思いますが、今日は3つともやっていきますので、まあ、それでやりたいのが見つかったらぜひぜひやっていただきたいんですが、ちょっとですね、まだ俺バージョンが1なので、バージョン1なので、多少、こちらの兵種、今のところ、力のね、パワーバランスが若干崩れております。ですが、この間発表になりましたバージョンアップですね。はい。今度予定されている、11月に予定されているバージョンアップで、その辺の修正が行われる予定になっております。なので、現在はちょっとね、偏りあるよっていう感じが、ちょっと若干潜入が強いんですけども、その辺に関しては今後修正が入りそうなので、その辺はね、まあ、強すぎってことは言わないでいただきたいと思います。はい。では、まずじゃあ、偵察からやっていきましょう。私、偵察下手なんですけどね。あ、どれも下手ですけどね。偵察からやっていきましょう。で、ロードアウト。まあそうですね。持っていける武器ですね。このように、レベルが上がるとどんどん武器がこういう風にですね、増えていきます。で、武器をカスタマイズとかしたりとか、持っていくものを自分で選びまして、あとスキルですね、ゴーグルをつけたりとか、いろんな重い、なんていうか、敵をマーキングするにこういう特化したスキルとかを自分につけられます。ただ重量があって、あまり重たいものを持っていくと、この B って書いてありますが、走力が C、D といって、どんどん足が遅くなっちゃいます。なので、この辺は重量も合わせて組み合わせていきます。私はね、偵察が、偵察しない偵察なので、とりあえずやってみましょうか。まあ、これ、普通にこういうふうに打って、あとはまあ敵を見つけたらこういう風にマーキングするのがまあ偵察の仕事ですね。で、あとこういう、まあ、通称エロ系ですけども、この範囲内に敵が入ると敵がマーキングが浮き上がると。あとは偵察下手なんですよ
まあちょっとそれで偵察でワンマッチ行ってみましょう。オートマッチングです。で、オートマッチングでルールに関しては、まあ、バウンティーハンダー、要はキルを取り合うやつ、CAD、まあ、略して CAD ですけど、これはディスクを奪い合うやつですね。潜入チームと、防衛チームでディスクを、その潜入チームはステルス状態で殺傷武器ができないんですけど、使えないんですけども、まあ、要はそのディスクの取り合いのゲームで、コムコントロールに関しては領地の取り合いですね、攻め側防衛側ってあるんですが、今回はとりあえずまあそうですね、まずバウンティーハンターをランダムでいきましょう。オートマッチングのバウンティーハンターをやってみましょう。まあ、要はキルの取り合いです。まあ、これでやっていきますので、で自分と同じレベル帯の人間とマッチングされるように、まあ、基本的にはなってますので、まあそれでも多少ボコボコにされますけどやっていくといいと思います。では今マッチングされました。私は偵察兵、でレベル15です。ちなみに私の成績はキルとデスだと圧倒的にデスの方が多いです。ボコボコにされてます毎回。なので、まあエロ系を投げてポイントを稼ぐという、まあポイント稼ぎ、勝利よりもポイント稼ぎで、経験値を奪うというですね、いわゆる規制をしていこうと思います。いわゆる規制をしていこう。いやいや、打ち合いに勝てないんだよ、意外と。打ち合いに勝て、これヘッドショットゲームではないんだけど、打ち合いに勝てないんだよね。なんで俺のがさっき発見してんの、俺のが。先に発見してんのにさ、こう、ダメなんですよね。だから CQC した方が強いですね。ヘッドショットは割と当たらないんですよ。てか、エイムが、ブレブレなんですよね。そうならないように。で、あ、まあ。あ、これまた音切れてるな。なんだろうね。音が切れてますね。この間も、和平の声が出てませんでしたけど。お、やばい。いきなりやられたね。横から来てましたね。じゃあ、バディと一緒に動き、あ、来てない。これきつい、これきつい、うぅ、 BGM も切れてるね。なんでだろうね。これバレてるかな。それ言う CQC ダメか。になってるか。私は偵察しない、偵察する。じゃあこれラジオタットに関してはなんでならないのかわかんないけど、まあいいとしましょう。結局その敵をマーキングすることによって一応ポイントも入るので、どうしてもダメな時はこうどんどん投げて、今ちょっと待って、何してんだ俺、何してんだボタン間違えた。ワンワン、お互い投げ合ってるのよ。あんまり走ると足音が
犬はね、キュートデコイっつって、それを見ちゃうと可愛くて足を止めてしまうんです。あ、いや、後ろがやられた。それやっちゃうと、双眼鏡で見るだけでも、足を止めてしまうという驚異的な。真下にいるのは分かってるんだけど。おいおい、めっちゃ来るな、後ろから。偵察するか。これが偵察犬の仕事です。はい、キートデコイ、こういう風にマーキングしてあげると敵がマップに移るので、で、そうするとみんながどんどん殺してくれると。なんかでもさ、死ぬよりかマシか。あとは色気を投げて、いそうな場所に色気を投げて、そうすると、あ、終わっちゃう。あ、うん、こういう風にして、要は敵を見てあげると敵がそれどんどん攻撃してくれるので、アシストするのが一応役目なんだけど、悪い例としては今みたいに突っ込んでって殴ってると悪い例ですね。だからエイムがあまり苦手な人はこっちの方がいいかもしれんね。要はそのアイテムでエロケをどんどん、E ロケーター、ロケーターをどんどん投げて味方に場所を教えてやる。この入った範囲の敵がそのまま移ればポイントにもなりますし、あ、移ったね、ポイント50。ちょっとじゃあ攻撃するか、こっちも。ちょっと届かないね。あ、あ、あ、痛い。多分こっちじゃないね、あっちですね。爆発起きてる。あれ、いねえな。あれ、いない。機関銃使ってるやつがいるのか。真下にいるな、真下にいるな。ちょっときついな。機関銃乗ってるやつがいるぞ。あ、でも誰か倒してくれたね。アシストが入りました。多少ダメージを与えたのでアシスト入って、自分にはポイント。一匹隠れてましたね、潜入が。結局潜入は捨てる。あ、お互い殺し、お互いキルの取り合いですね。誰かが死ねば自分も死ぬ。CTC 行こう。あ、倒した。ちょっと13、もう一回乗る。どこにいる？あれ、どこにいる？そこか。あ、味方がフルトン回収された。下にいる？敵が見えない。ん？どこ行った？今、味方のキルを取ってる人が倒されたの上か、倒されたのでポイントが7ポイントも取られちゃいましたね。これ、この赤いとこ入ると自分がマーキングされちゃうので。俺、サーマル見にくいな。サーマル見にくいね。
何上か。ごめんね、ちょっと今忙しすぎて。上のチケットがなくなった方が負けなんですけど、めっちゃ攻めてきてるな。あれ救急車倒したもん。ちょっとこんなに接近戦するとは、説明する暇がない。ついグレポン、グレポンきつい。まあまあグレポンはいいですよ。まあこんな感じで、チケットを取り合いなんだけど、キルをするだけだとチケットが1しか減らないんだけど、フルトン回収といって、敵をこう打ち上げると、その人が殺したポイントが全部入っちゃう。なのでいい感じだとしても、やっぱ敵を倒すよりも気絶させて回収した方が効率がいいっていうことですね。ちょっと今偵察兵の全然仕事しませんでしたけども、あんな感じで敵をアシストしてあげると周りがどんどん戦ってくると。そうね、キルをした、だからどんどんキルを飛んでて8キルとかすると8ポイントとかついちゃって賞金首がかかっちゃうね。それを今度、回収するとその人が全部ポイントが奪われちゃう、てか回復されちゃうんですね。なので、ただただ殺すのではなくて、どんどんその殺すのではなくて、まあ、なるべく殺さずに回収してあげるとチームの勝利に、まあ、なりやすいというコードですね。なので、なんと、ただただキルを取るのが上手い人だけだと、多少きついというか、向こうに回収するのが上手い人がいる場合は、やっぱりちょっと厳しい。じゃあ、次、重装いきましょう。じゃあ、重装の方、ちょっとレベルが少し上に上がりました。だから、上手いプレイヤーがこっちの方が多いです。現在レベル21なので、少しこっちの方が高ランクの、敵やって、レベル34とか向こう側にいますね。重装はさっき使ってたグレポンが異常に強いんですけど、一応まあグレポン使わずにいくか。あとに負けてる時に使いましょう。とりあえず、シールドを使っていきましょうかね。まずは、最初は説明しながらゲームして、そのうち、真剣に戦いましょう。今でも真剣だけど。ラジオチャットが鳴らないんだ。なんだろうね。PS4 の設定かな。まあ、今はね、実はその、あれなんですよ。その、バージョンアップで今度変わるんですけど、味方のフルトンで打ち上げたやつを、自分がフルトンで打ち上げたやつを味方が殺しちゃったりするんですよね。あ、もう映ってんな。そういう横取りキルっていうのも最近ちょっとあるので、不満があるかもしれないですけど、ちょっとまあ頑張りましょう。でも私足が重たいんでね。フルゾーンパンチ。ちょっと。フルゾーンパンチでやってきて。どっちにしろやられたけど、まあいいや。ロケーターを投げて、敵がいその場所に。フルゾーンパンチ。くそ。後ろに狙われてるね。ちょっと地域紙もう一匹いた。あ、ありがとう。あれ死んだ。
誰かがそのフルトン回収される風船を撃ってくれると落ちてこれるので、あれを撃ち落とすこともできます。そうすると助けてもらえる。今撃ち落としてもらったんだけど、その後 下で待ってたやつに殺されました。豪華ギアか、豪華ギアもいいな、後でやろう。下で待ってたやつにこう抜き殺されたというか、当たらんな、なかなか引くか。いなかったか。いねえな。なんかもうあそこで大変なことになってる。行こうかな。行きたい行きたい。でも入ったら死ぬ俺。あ、ダメかダメかダメか。超戦闘して入っていきたい。そこに入っていきたい俺も。こういう戦いが一番面白い。ちょっときつい、ちょっときつい。それ出してくるか。どうしたんですか。ウォーカーギアに。お前そっち行かなかったか。おっと、くそ、いっぱいいる。うわあ、これはあのキルの取り合いですね。分かっているかな。敵多すぎでしょ。多分撃ち合いには勝てる。あべ、これ絶対バレてるな。バレてるよな。助けて、誰か助けて、誰か落として。あー、おっしゃいっす。女野郎お前、何しとんじゃお前。きつい。ナイスアシスト。いい勝負ですね。4対4です。どうしようかな。突っ込みたいけど、突っ込んだら死にそうだな。俺から行く。え、みんな死んでる。どうしよう、やだ怖い。よっしゃよっしゃ、取った。やだ怖い。こんな感じで勝てました。ちょっとでもキル少ないね。これがまあまあ正面からの打ち合いだった場合はやっぱそのシールドがあった方が全然有利なので、まあ、シールドを使っていくという。あとはその三角を押すと縦にすっぽり隠れて、しかもそのしゃがむと一切正面からの攻撃効かなくなるので、敵のそのリロードまで耐えて、そこからまあ反撃に転ずるといいんだけど、そんなにうまくいかないね。そんな教科書通りに。うわ、最悪。不穏かき。あ、まあ、だけ倒した。うわ、最悪。あと上にそうだな。あ、ちょっと。ロケーターっていうのに範囲に入っちゃうとマーキングされちゃうので、
なるべく入りたくない。ダメだ、ここにいるか。ブレあるよ。あれマーキングされてる。なるべく仲間と一緒に行動した方がいいんだけど、あれ今俺の先投げたんだけどな。あ、投げてるか。投げました。でこれはフルトン回収です。それもさせてくれるないとさせてくれないと。結局この逃げ場なしでちょっと待って、すごい乱戦だなさっきから。ダメか。そう、はい、今回シールドを使わずに来てますけど、これはきついですね。一方的な戦いですね。きついな、狙えないな。ちょっと一方的だな今な。こっちにも、死にぐれが。仲間の元に逃げましょう。走るとあの足音が結構響いちゃうので走るのもあんま良くないんだけど、走らないで撃たれるんだったら走った方がいい時もある。あ、誰か死んだな。あー、死んだ。バレた。おー、後ろがないサポート。やーべ、ちょっとやばい。これ向こう盾だ。おー、ナイスナイス。フルトンキャノンってあの罠ですね。あ、入っちゃった。よくやった。フルトンキャノンに引っかかりました。あれか。じゃあ今度は違うところに。あっち、こっちが近くにいるな。これやばい。ああ、いいですね。マークした敵をどんどん味方がキルしてくれてるので、最終的に自分のポイントになります。ああ、やるか。やるか。横取りします。うめえ、なんだよ。どんどんこういうふうに自分のポイントになるので、あ、いっぱいいますね。おい、あ、あー、くそ、一人か。やばい、いっぱいキル取った後に一人がきつい。落として、あー、セカンダリも打ち切っちゃった。いい勝負ですね。あそこに固まってんだな。一旦逃げよう。あと24秒。痛い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 。あれ取れないな。あっしょ、なんで爆発したのか。
手前のあれが爆破したんだ、タンクが。うわー、くそ、惜しい。惜しいなー、悔しい。ドラム缶が爆破したの手前ですね。うわ、今のデッドなければ同点だったか。いやだってね、まさかあれが、あ、でも一応勝利ですね、一応。いやだって今避けたじゃん。超ナイスタイミングで部屋に飛び込んだつもりだったんだけど、まさか手前で爆発するとはね。勝てばよかろうなのだって。一応勝ちです、一応得点で勝ちです、我々の。じゃあちょっと一旦振り、高レベルの部屋なんで、あ、出なくても、あ、まあそうか。結構キル取ってましたね。そしたら次は、じゃあ今度はこの、潜入をやります。潜入ですね、これです。主にですね、現在はそのアサルトライフルとか、まあ、ほぼショットガンとかが、まあ、メインというか接近戦武器がメインですね。まあアサルトライフルも使いますけども、キルを取るよりもどちらかというと回収した方がまあいいという感じなんですけど、潜入はそうですね、現段階、来月のバージョンアップで若干修正が入ってしまうんですけども、もしかしたら、現在では非常に使いやすい、ポイントも稼げますし非常に使いやすい、ものだと思います。私も最後にこれやったら非常にこれだけ、チームの貢献量高かったので、もしかしたらこれが一番仕事できるかもしれない。そのかし、まあデッドもかさみますけどね、デッドもかさみます。ちょっと広すぎる感じがしますけども、音楽も変えていきましょう。はい、これで、まあ、敵を CQC で倒したりとか、まあ、尋問もできますし、多分なかなかフルトン決まんないですね。そんな感じで、うわ、こっち潜入ばっかりだな、こっち潜入ばっかりですね。まずはじゃあこの、これでバウンティーハンター3種類やってって、その後はまあ好きな感じで、やっていきましょうかね。とりあえずまずはステルスですかな。そうですね、やっぱステルスメーサー、今現状はそのエネミーロケーターも使えて、ステルスメーサーも使えて、足も速くて、でアサルトライフルも使えるので、潜入は現段階では非常に強いと思われております。孤立する意味ないな。おっと、やばい、入っちゃった。様子見ましょう。入って向こうも潜入ですね。え、今食らったか。今スタングレネードだね。これもまた非常に強力な武器で、向こうにいる味方もやられてますね。ちょっと待てよ、起きた瞬間やチクチクやられた。やるなら一層早く持って やってほしかったな。死んでるか俺。もうじゃあ潜入していきましょうね。取れてないのか。うわ、グレポンだよ、グレポンだよ、グレポン。あ、待ってた、待ってた。グレポンとあと偵察がいますね。これわちゃわちゃしたところにどんどん入ってきましょう。ちょっと待ってわちゃわちゃしたところに入ったら殺された。裏取る
あ、誰か尋問しましたね。尋問したことによって、ちょっと、さっきからめっちゃキル取ってる人いるな。せっかく、なんで俺になってくんだこいつ。スイミングリランがいますね。スイミングリランがちょっと、これからちょっと寝ちゃうんだ。喋るんだ。これで尋問して敵の場所を把握して、フルトンができない。あれ、弾切れてた。回収ができない。したいんだけどできない。結局音させちゃってるからね。自分のポイントならねえな。向こうスタングレネードでクソいいな。バディンとかしましょう。さっきから乱戦だな、すごく。えらい乱戦ですよ、これ。ひどいですね、成果、今回。うわぁ、なにこれ、ひでぇ。なんもできなかった。はぁ。さすがにちょっと凹みますね。え、こんなことあるんだ。よし、頑張ろう。もうちょっと、フルトン回収したいですね。ね、めっちゃ切る人いる。さっき、気絶させたやつを、切れて、切って、殺してる人いましたね、今ね。だからちょっと、あまりチームプレイに貢献しない人もやっぱり中にはいます、ね、しょうがないですね。今後はでもそれ改善されそうですよね。